イゼト・ハイロビッチは、スイス出身のサッカー選手。ボスニア・ヘルゼゴビナ代表。ポジションは MF。アリス・テッサロニキ所属。9歳から、グラスホッパーの下部組織に所属しており、2009年に、トップチームに昇格した。試合では、左サイドの攻撃的ミッドフィルダーとして参加し、左足から放たれる強力なキックを武器としていた。2014年1月7日、 約350万ユーロでスユペルリーグの強豪である、ガラタサラ SK に移籍した。デビュー戦は1月8日のブルサスポル戦で、セカンドハーフとして出場し6から0の勝利に貢献した。また、2月5日のトゥルキエクパス、トカツポル戦で移籍後初ゴールを記録した。フィファは、ガラタサライにハイロビッチの移籍話を受理されてなかったとし、自由移籍扱いとなった。 2014年7月10日、ブンデスリーガのベルダーブレーメンに4年契約で移籍した。2018年1月、NK ディナのザグレブに移籍した。契約期間は2019年6月までで、さらに2シーズンの延長オプションがある。2021年6月、アリス・テッサロニキに移籍した。スイス代表の年代別の代表に選ばれ、A 代表にも選ばれたことがある。 しかしエディンジェコの言葉に動かされ、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表入りを選択した。2014FIFA ワールドカップにも出場し、アルゼンチン代表との試合に出場したが、1から2で敗れた。ありがとうございます。